空港ターミナルビル、空港ターミナルビル、空港、ターミナルビルは、空港施設の一つで、旅客が飛行機に乗降する際に必要な手続きや待ち合わせを行う場所である。鉄道やバスタクシー、自家用車など、地上交通機関との乗り換え、乗車券、航空券購入や、搭乗手続き、手荷物預かりや、手荷物引き取り、航空保安検査、シック、税関、 出入国管理、検疫はここで行われる。ターミナルビルから飛行機へは乗降のための施設、ボーディングブリッジや校内バスを利用する。搭乗手続きを行うターミナルに対し、飛行機への乗降をする搭乗ゲートや待ち合わせ用座席のある部分は、コンコースと呼ばれるが、空港によっては、ターミナルとコンコースの言葉の違い厳密ではない場合もある。 ダラスフォートワース国際空港のように複数のターミナルビルの個々がターミナル機能とコンコース機能を同時に担っている例もある小さな空港ではターミナルビルは一つでターミナルやコンコースのすべての役割を一つの建物内でこなしているが大きな空港では行き先や航空会社ごとに複数のターミナルビルやコンコースがあるところも多いまた大きな空港でも ターミナルビルが一つしかない代わりに、通路やスカイブリッジ、地下トンネルなどがターミナルと多数のコンコースをつないでいる構造になっているところある。ターミナルビルは多くの旅客や手荷物をさばくために実用本位の簡素な設計で建てられる場合がよく見られるが、一方でターミナルビルは国家や都市を代表する顔であり、非日常的な旅への出発地でもあるため、 著名な建築家が起用されて、高い天井や壮大な空間を備えた立派な建物となることもある。バグガード国際空港、救命、サッターム国際空港のように、独裁者の偉大さを示す記念碑となることもあれば、シャルルド・ゴール国際空港のポール・アンドリュー設計によるターミナル1、ジョン・カイ・ケネディ国際空港のエロ、サーリネン設計によるターミナル5など、 当時のハイテクの域を集め、今日では名作とされている現代建築もある。多くの場合、空港に求められる機能は世界中どこでも変わらないため、空港ターミナルビルも世界中同じような建物になりがちである。大都市の空港は建築家の個性の差はあるものの、世界中同じような高い天井で、ガラス張りの建築、世界中同じようなブランドの免税店。 世界中同じような入国管理やセキュリティエリアの構造度、異は非常に小さい。これにはエアコンの発達などにより各国の気候の違いが建物の構造に影響しなくなったことも大きい。その一方で建てられる国や地域の伝統や文化を反映したターミナル建築も多い。例えばアメリカ合衆国のニューメキシコ州にあるアルバカーキ国際空港は 先住民族プエブロが建てたアドビ、日干しレンガを使った集合住宅の様式に習ったもので、同地を拠点とし、プエブロリバイバルを先導した建築家ジョンガ・ウミームが設計している。また、リゾート地では特にこうした傾向は強い。天井が高く広大な空間を確保する構造のため、釣り天井による施工が一般的である。これは欧米では便利であるが、 地震国である日本においては、頻繁に地震による天井の崩落被害をもたらしてい。大きな人的被害こそ出ていないものの、2003年の釧路空港、2011年の百里飛行場など、地震による崩落は後を立たない。初期の空港旅客ターミナルは、ターマック、アスファルトやコンクリートなどで舗装された駐機場に直接面して立っていた。旅客は、 ターミナルビルを出て飛行機まで歩きタラップを登って登場していた。ターミナルからドホやバスで飛行機に向かうスタイルは今でも小さな空港ではよく見られる。また大空港でもターミナルから離れたところに駐機している引き船舶の係留に習い通称置き止ともまでバスで移動させられることはよくある。 より多くの乗客がバスに乗り換えたりタラップを上り降りすることなく、ボーディングブリッジを使ってターミナルビルから直接飛行機に搭乗できるように、するにはコンコースなどの建築物に面したスポットを一つでも多く増やす必要がある。このためターミナルビルやコンコースの設計にあたり、様々な構造上の工夫が行われている。ピア方式はゲートラウンジ、待合室や ゲート、手荷物を受け取るバゲージクレームなどのあるターミナル本館から桟橋、ピアのような細長い建物が駐機場に突き出し、その両側に飛行機の付くスポットを確保するものである。ピア方式は多くの飛行機を止めることができる上にデザインもシンプルとなるため世界の多くの空港が起用しているが、旅客はチェックインカウンターからピアの先端の方にある搭乗口まで延々。 歩かされることになる。関西国際空港の場合、ウィングはターミナル本体から 1km 近く伸びているため、移動用にウィングシャトルと呼ばれる新交通システムが走り、旅客が歩く距離を抑えている。異なるピア間の乗り換えの便に、シャトルバスを巡回させている空港もある。サテライトターミナル方式は、ターミナル本体から離れた建物、サテライトが駐機場の中にあり、 飛行機はこのサテライトの前方向に止めることができる。この方式を最初に採用したのはロンドンガトウィック空港であった。メインターミナルからサテライトまでの間に地下トンネルを作り、旅客はその中を移動した。ロサンゼルス国際空港も当初はサテライト方式を用いたが、便数の増大に伴い後にピア方式に改造された。動く歩道を用いて、 ターミナル本体とサテライトを繋いだのは、タンパ国際空港が最初である。中央のターミナル本体、ランドサイドから、周囲の4つのサテライト、エアサイドへとピープルムーバーが伸びる設計は、今日のターミナルの標準の一つとなっており、多くの大規模空港が、サテライトターミナルを採用している。空港の中には、ターミナルビルが、線形、半円形になっているものもある。タクシーやバスは、 扇の内側に停車し、扇の外側に飛行機が駐機する。扇の外側は、演習が長いために、たくさんの飛行機を止めることが可能である。このデザインでは、航空便を乗り継ぐ場合は、前傾の端から端まで延々移動させられる場合もあるが、ここで上降する旅客にとっては、道路からカウンター、搭乗口までの歩行距離が短く済む。このタイプには、シャルルド、 ゴール国際空港ターミナルに、ダラスフォートワース国際空港、新千歳空港などがある。その他、珍しいタイプのターミナルデザインには、待合室自体が自走できる、モバイルラウンジというものがある。旅客は、ターミナルビルにドッキング中の車両に設けられた、待合室に集まり、この車両が、ビルから切り離されて、飛行機まで自走し、飛行機にドッキングするという仕組みになっている。 ワシントンダレス国際空港、モントリオールミラベル国際空港、メキシコシティ国際空港、一部がこの方法を用いている。このラウンジ部分は上下にも動き、走行中は低くして安定性を増し、建物や航空機に付けられるときは、その上空口に応じた高さとな。中小規模の空港では、2車線か3車線の一方通行のループ上道路が、 ターミナルの前を通過するように設けられており、バスや自動車が旅客を乗降させている。大規模な国際空港になると、ループ上道路は二つに分かれ、一方は出発ゲートへ、もう一方は到着ゲートへつながるようになっている。こうした道路はそのまま高速道路へとつながることが多い。また空港と都市を結ぶ鉄道や新交通システム、地下鉄の駅が、 ターミナルビルに設けられていることもある。空港の周囲には利用者のための駐車場があるほか、空港内にタクシー業者やレンタカー業者のカウンターが設けられ、旅行者が移動用の車を取り寄せることができるようになっている。アメリカの大空港などでは、ターミナルとレンタカー営業所を結ぶシャトルバスが運行されていることが多い。空港ターミナルビルは、 飛行機の出発待ちや乗り継ぎのために長い時間を過ごす場所である。このため、旅行者を退屈させないよう、また空港内でたくさん消費してくれるよう、ショップ、小売店、売店や、レストランやバー、ラウンジが設けられ、豪華なハブ空港には、プール、ジム、床屋、エステティックサロン、公園、子供の遊び場、博物館、航空関係や、空港のある都市に関するものが多い。 映画館、カジノなどを備えるところもある。変わったところでは、地元ラジオ局のサテライトスタジオが設けられ、公開放送がされている、成田国際空港、いわゆる一般区域、法令上国内部分、国際線の場合、以下の施設が必要である。これらは、税関、出入国管理、権益の頭文字を取って、シックと呼ばれる。必ずしも、 すべての空港でこの順番に施設があるとは限らない。出入国審査線を境にして、ここから制限区域、またはコントロールドエリアと呼ばれる。法律上、国外扱い。制限区域立ち入り承認証を携帯していなければ、政府関係者といえども、線を越えての出入りはできない。大阪国際空港で2012年11月に、 私服の警察官が捜査のためと称して警察手帳を提示したのみで保安検査場を通り抜けた後行方がわからなくなり一時発着を見合わせるトラブルがあった。新しい空港では保安上出発する旅客と到着する旅客が混ざらないように銃刀や爆発物の受け渡しを防ぐため搭乗口を分岐させ出発ロビーと到着ロビーが分離されていることがある。 その場合、セキュリティ内の出発ロビー、搭乗口近辺に各種施設が多数設置されている一方、到着ロビーでは、国際線乗り継ぎ手続き、バゲージクレーム、国際線の税関、入国手続き、検疫の施設しか存在しない。乗り継ぎの拠点となる、ハブ空港として空港が機能するための必須条件の一つに、航空会社の専用ターミナルビルを有するというものが、 ある旅客を効率よく自社便に乗り換えさせるために必要であるからである以下に航空会社の専用ターミナル一部他社が使用しているものも含むの例を示す楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください